はい、ありがとうございます。サマーシブです。というわけで今回もヒロアカ OJ やっていきたいと思います。で、今回はグラントリノを使ってランクマッチの方をやっていきましょう。さあさあさあ、やっていきましょう。で、グラントリノなんですけど、相手が受け身を取るか取らないかでコンボの幅が広がってきたりするんですよ基本的なコンボをする分には問題ないんですけど、ちょっと特殊なコンボをしようとするとそれが関係してくるので、相手の性格を見極めたい。あれ、なんで繋がんなかったの？壁だからか。いやー、ミスター、出すの遅すぎ。あれ、よいしょ、よいしょ、ほい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 。いや、これこれ、今の相手が受け身取ると今のつながる。相手が受け身取らない場合は今のつながらないです。よいしょ、お互いにカウンターらしく、ほい、あ、最後まで出しちゃった。いやー、投げ早いな。痛い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 、ほいほい、サイドキックは残しておきたいな。おっと、掴まれてしまうが、これはまあ大丈夫だろう。オッケー。さっきのコンボの途中で空中でポンポンってやって相手を打ち上げたと思うんですけど、あの後に相手が受け身を取ってくれるとつながるコンボになってます。いやー、ちょっと待って、ほいほい、これ、あー、しがらきに邪魔される。やべ、いや、壁をやめろ、壁をやめろ、やめろあれ、ジャスが挟めねえ。オッケー、ジャスが挟めねえ。嘘、トガ無限コンボ治ったんじゃないのやめろ、よいしょ、ドンドンドン。これこれで相手が受け身を取るとつながる、取んないとつながんないんです。今の壁だったからかな。あ、やばい、これ出そう。あれ、トガって無限コンボ治ったよね俺がジャスが取んの下手くそだったのかな。ジャスが全然挟めなかったな。さあ、ゲージ3つあるし、いくぞ、123で埋めて。グラントリノの必殺技は床に埋められるから強い。で、ポン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 、うわ、マジか、よいしょ、ほいほいほい。で、また埋める。で、サイドキック使ったコンボも見せていきたい。よいしょ、ほい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 、あ、ミスった、両方呼んじゃった。まあいいや両方呼ばなくてよかったのに。さあ、やべ、まあ大丈夫だろ。ほい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 、よいしょ、やべ、タイミングが早すぎた。相沢先生、やばしやばし、おかしいなおかしいな、ジャスガがカウント入れといて、オッケーといった感じで、まあ、グラントリノ結構そのサイドキック絡めたコンボだとかお茶子的な要素があるので、こう何と何がつながるのかっていうのを意識して立ち回るとだいぶ勝率が変わってくるキャラなんじゃないかなと思います。といった感じで2戦目もやっていきましょう。さあ、お相手はアイコンがお揃いの緑谷いづく、やっていきましょう。さあさあさあ、今僕にできることを。普通の方のデックだからシュートスタイルではないんだよね。なので空中戦ではこっちの方に分があるかなと思います。
最初はどうしよう、投げスタート、オッケー、投げスタートが決まっていく。あー今の位置関係ダメか、本来だったら上に上がるはずなんですけど。ほいほい、なんか壁際だとダメなのかこれ。これだ、あーそう今のだったら上に打ち上がる。ちょっと位置が悪いこれ、まあ、いいや普通につなげていこう。よいしょ、おっと回避されてしまう、一瞬焦ったが普通につなげていく。やべ、痛い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 、カウンター決めていくきと思ったけど決まらない。はい、来て突っ込んじゃった。オッケー、なりたい。やっぱ空中戦がねノーマルデクちょっと弱めなので、グラントリーナに結構分がある感じですね。あっと投げをしたが意味がなかったぞ、暴れられてしまう。フルカウル状態がちょっと怖いな。やべ投げちょっと危ね、あー突っ込んじゃダメだやばいやばい、相手のペースに飲まれてしまう、あぶねあぶね。よいしょ、オッケー、とりあえず捕獲から逃げ出して、よいしょ、ほいほい、さあしっかりとサイドキックもつなげて、やー投げたのにー、マジか、投げたけどカウンターの出が早かったな、もったいない。投げ読み、投げ読みじゃねえや、ガード読みだわ今のはほいほいほい、さすがに捕獲間に合ってしまう。ポン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 、さすがに余裕でガードされてしまう。あぶね、あやべやばいやばい、これ負けたくないな、どうしよっかな、これいける、あ空中じゃなかった、もったいね、ほいほい、暴れ、やばい、ただまだ負けてないぞ、あぶねー、まだ負けてない、受け身は取らないか、ほい、おっと、ここで埋めていく、これギリギリ勝ったんじゃないか、オッケー、あぶねーあぶねー、普通に負けたかと思ったわ、よかった、危ない危ない。相沢先生がまだコンボに生きてきてないので、そちらの方をラストを見せていきたいと思います。さあラストはかなり格上のステインやっていきましょう。いやーこれはこれはボコボコにされる未来しか見えないこれどうしよう、初動どうすればいいんだこれ、困ったな、オッケー、危ねえ、ほいほいほい、オッケー、受け身取ってくれた、受け身取ってくれればつながる、よいしょ、あー届かないの、やばいやばい、串刺し、いやダメか、うん突っ込むべきじゃなかったな、ほいほいほい、痛い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 、まずい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 、これいやーステインコンボが強いよ、やばいやばい、うまい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 、サイドキックからもそうやってつながんのか、
うまいな。危な。いやー、そっかそっか、それでごまかせんのか、ガードされても。いや、どうしよう。でナイフ投げるでしょ。重い、危ねえ。とりあえずつなげて、とかあれつながんねえのか。投げつながんのかと思ったけどダメなんだね。いや、きちい。あぶねえ。いや、逃げたかったんだよな、逃げれなかったんだよな。ダメだ。ミスったな。しがらき撃たれたとき普通にジャンプして攻めればよかったわ。もったいない。掘り切る。え、いけないの。やべ、油断するとこうよな。ガードして、暴れ、よいしょっと思ったけど逆にカウンター決められてしまう。いや、きついな。お互いに跳ねていく。ナイフ投げるでしょ。でナイフ投げるでしょ。投げないかい。ほい。いや、ダメだ、カウンターじゃダメだ。カウンターじゃカウンター返しされちゃうからダメだわ。しがらき使うのうま。いや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 、マジか。マジか。いや、うまいわ、やっぱさすが格上だな。いや、1戦目はワンチャンあったんだよな。2戦目はワンチャンも何もなかったですね。ちょっとあまりにもボコボコにされちゃったので、もう1戦やりたいと思います。いや、本当に強かったわ。さあ、というわけでラストはシュートスタイルデクやっていきましょう。いやー、ちょっとさっきのステインの余韻に使っとるわ今。本当に強かったな、あれ。最初どうしようかな。暴れからいけるか。いけたいけた。よいしょ。この人受け身取るかな。あ、やべ、受け身取る取らないの問題じゃないわ。壁際だとこれダメなんだな、多分。壁際だと繋がらないコンボなんだ。普通にやっちゃおう。よいしょ。で、しっかり壁に埋めて、くるくるくるポン。おい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 。俺ももう床接近してるので普通に閉めちゃおう。安定で、安定を狙い、ポン。あ、ダメか。さすがに、さすがに全キャラ中最速のやつは暴れていれば、まあまあ勝てないな、投げじゃ。逃げたかったが逃げれなかった。どうしようかな。これいけるっしょ。あ、ダメか。4段目入る前に攻撃挟まれちゃうんだね。いや、やっぱ攻撃の出早いな、リーク。危ね。あ、これ微妙。あ、つかめた。オッケーオッケー。これいけたでしょ。ほいほいほい。相手サイドキック溜まってないし。オッケー。いや、危ない危ない。結構割り込まれちゃうから、それを気をつけたいね。暴れ、いや、ダメダメだ。暴れたら敵が勝つんだわ。敵の方が攻撃早いもん。暴れちゃダメだ今ので。デクのシュートスタイルはガードしてれば後隙がでかいので、そこを勝っていけば多分勝てるはず。ジャスがして、ジャスがしたけど1回しかできなかった。おい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 。飯田君でコンボ決めていく。
で、さらに相澤先生でコンボを決めていく。いや、サイドキックが優秀よね。で、しかもうまくっていくということで、もうコンボつながりまくり。サイドキックもつながるわ、壁に埋まるわで、もうやばいよね。超コンボつながるわ。ほいほいほい、さあこれで綺麗に決めていこう。で、攻めでサイドキックを使うとゲージ半分しか消費しないので、もう飯田君と相澤先生もすぐ溜まるわけですよ。なので、もうグラントリノは1回攻めれれば結構自分のペースに持っていける強いキャラかなと個人的には思います。というわけで回線切りされました。まあこんな感じで、まあやりたいことはできたので良かったかなと思います。本当グラントリノはプレスウルトラ技1でまず床に埋まります。で、個性技でこう後ろにね、壁があれば壁に埋めることもできる。で、サイドキック飯田と相澤先生つながるし、で、あと相手が受け身ばっか取る人だとさらにつながるコンボもあるということで、もう非常に幅が広いキャラなので、ぜひ皆さんも使ってみてくださいといった感じで、今回はこの辺で締めたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。アディオス。チャンネル登録よろしくねー。